食器の探査研究所の宮崎です。本日は弊社の受託事業に関し、食の機能性成分の測定とバイオアッセイによる機能性評価というタイトルで紹介をさせていただきます。まず最初に弊社の紹介を少しさせていただきます。弊社は JST の大学発新産業創出プログラム、通称 START と呼んでいますけれども、 それにより設立された筑波大学発ベンチャーになります。設立は2014年で、所在地は筑波市で、事業内容は健康機能性食素材、化合物の販売、健康機能性食品の開発、健康機能性に関するコンサルティング、機能性成分の分析と機能性評価の受託事業。この受託事業に関して、今お時間をいただいて、 紹介させていただいているわけです。大学で科学的研究により見出された食素材の機能性を活用し、健康長寿に、長寿に貢献するとともに、少子化問題や環境問題の解決に寄与することを目指しております。バイオアセンに関しては協力会社がありまして、こちら、えー、酸素研の、酸素圏発の ベンチャーになります生態分子計測研究所えそして株式会社食環境衛生研究所とま連携をしていますこちらがバイオ発生のリストでありますけれどもバイオ細胞を使ったものえそれからえインビトロの試験えそして動物試験としてストレス性生殖障害モデルマウスを用いた試験があります バイオ細胞を用いた試験としては、血管系関連試験、抗肥満試験、骨格筋試験、腸管吸収試験、脳神経細胞試験、美白美容評価試験、アレルギー緩和試験で。その他のものに関してはご相談いただければというふうに思います。インビトロ試験ですけども、抗酸化評価試験。でこれは DPPH 法を使っています。 消化吸収抑制試験。アルファミラーゼやアルファグルコシダーゼ、リパーゼ。まあ、こういうような消化酵素の阻害活性があるかないか。まあ、そういうような試験をしています。そして美白関連試験はチロシナーゼ活性の、まあ、阻害活性があるかどうかというのを見ています。動物実験ですけれども、これ以外に、まあ、私どもは動物実験ができる企業と連携をしておりますので、 まあこれ以外の動物実験に関してはご相談いただければというふうに存じます。このバイオ細胞を使用したバイオ発生に関しては、この最初の3つに関して、まあ、その例、それを例にとって少し説明をさせていただきたいと思います。で定量試験もやっております。 総ポリフェノールの含量の測定、これはフォーリンチオカルト法で行っています。また、作物由来の機能性化合物の定量分析もしています。オレロペイン、ヒドロキチョソル、カルノシン酸、クロロゲン酸、ロスマリン酸、プロアントシアニジン、トリゴネリン、ルテオニン、キサントアンゲロオル、ヨンヒドロキィチデリシン、現在のところ、この10の化合物でありますけれども、少しずつ今、レパートリーを増やしているところです。 我々の特徴というのは、単に論文に記載されている抽出条件で抽出するのではなくて、いくつかの溶媒を用いて実際に抽出効率の良い,い、最も良い,い条件で抽出して測定をしているという点であります。で、その以外、これ以外の化合物に関してはご相談いただければといううに思います。 それでは、バイオ細胞を用いたバイオア生セに関して、3つほど説明をしたいと思います。でここで申し上げたいのは、バイオア生セというのは、使う細胞は同じであっても、アイデア次第でいろんなことができるということです。ですので、ぜひ初めにご相談をいただいて、目的に合ったバイオア生セの条件でデータ取得をしていただければというふうに思います。 まず血管系関連試験ですけれども、ここでは豚大動脈、内皮細胞を用います。これは測定項目の例です。で、この実験っていうのは目的、これもいくつかあるんですけれども、目的看護物の抗酸化の血流増加、高圧作用、まあ、血管保護作用、 これは動脈硬化の発症、進展の抑制につながっていきますけれども、まあ、そういうような評価ができる試験であります。で例えば、まあ、血流増加、高圧作用というものを見たければ、この一酸化窒素酸性能というものを見ます。でご存知のように、一酸化窒素、内皮から、えー、合成、内皮で合成された一酸化窒素は隣の え、平滑筋細胞に働いて、平滑筋細胞を疾患させて、まあ、血管が緩むことによって血流を増やしますしえ、場合によっては血圧を下げるというふうなところにつながるわけです。ですから、これが見たければ、まあ、一酸化窒素の酸性を見ると。これは蛍光色素を使って見ることができます。また、血管保護作用を見たければ、これは、総称中とか、 細胞接着物質の発現などを見るのがいいと思います。で、これ総治、総称、総称中実験ですけれども、ディッシュに内皮細胞を巻いて、チップの先で疑似,疑似的な、まあ、傷を作ります。そして24時間で看護物を添加したときに、この傷がどのぐらい埋まるか、コントロールに比べてどのぐらい、えー 埋ままるるののが促進できかかどうかっていういを調べます実際細胞数を測定します。で、この総症治癒というのが促進できるのであれば、傷がついた血管なし細胞を治癒してやる血管保護作用があるということになるわけです。でまた、接着、細胞接着分子ですけれども、動脈硬化の初期のときに、 tnfα などの炎症性サイトカインが内皮細胞に働きますと、接着分子というのが発現して細胞表面に出てきます。で、これが、えー、探求をくっつけて、血管の中に入れて、それがマクロファージに変化して、えー、動脈硬化層を作っていく元になるわけです。ですから、この接着分子、例えば VCAM とか ICAM とか、 まあ、e イーセレクチンとか、その発言を抑えられれば、まあ、動脈硬化の初期に関しては、まあ、抑制的に働くということになります。で、例えば、tnfα で、これ、v、vcam, icam, こういうふうに増えますけれども、目的の化合物 x でもって、これが抑制できれば発言、まあ、抑制できれば血管保護作用があるということになります。えっ、ー、と、さらにですね、血管の保護作用っていうのは、 抗酸化能とも関係しています。で、これは、えー、抗酸化活性を細胞レベルで見ることができます。で、血管内皮細胞に酸化ストレスとして H2O2 を添加しますと、生存率はこのように減ります。しかし、あらかじめ化合物で前処理をしておきますと、化合物によっては、この生存率の低下を防ぐことがこのようにできるわけです。 で、こういう実験の時には、当然、ポジティブコントロールというのを置いて、実験系がしっかり動いているかというのはえ調べますえ。このように、まあ、同じ血管内細胞を使うんですけども、いろんな目的にえこれは使うことができますので、まあ、それをどう使うかということに関しては、まあ、初めにえディスカッションしてから、まあ、実験に取り掛かりたいというふうに思います。え次は、骨格筋。 試験ですで今え、筋肉の量と、まあ、寿命というのが相関するということで、まあ、骨格筋の重要性というのが、まあ、非常に注目をされています。この実験では C2C12 細胞を使います。でこれは筋芽細胞と言われていますけれども、分化培値でもって4、5日で筋幹細胞、まあ、いわゆる筋肉細胞に分化させることができます。で目的としては、 今多いのは目的の化合物が骨格筋萎縮を抑制できるかどうかということを調べることが多いと思います。で測定項目としては、例えば骨格筋マーカー因子、それからタンパク分解系の関連因子、抗酸化酵素などを測ります。で、これが C2C12 を金幹細胞に分化させたもので、金、まあ、繊維がこう見えます。で、この場合ですと、まあ、尿毒症物質、これ、慢性腎臓病に絡んでくるものですけども、これを添加しますと、金、まあ、繊維がまあ消失するわけですけれども、まあ、目的の看護物を加えたときに、それが、その消失っていうのが抑えられるようであれば、骨格筋萎縮を 抑える可能性のある化合物ということになります。で、実際その時には、マーカー因子であるミオシンヘビーチェーン。で、こういうものを見ます。で、これ、尿毒症物質添加で下がりますけれども、まあ、化合物 X、目的の化合物で、この下がりが抑制されるようであれば、えー、骨格筋の意識を抑制するという、それをコンファームすることができるわけです。で、意識を起こさせる物質っていうのは、 まあこの時は今、尿毒症物質のデータですけれども、リポポリサッカライド、炎症コスリポポリサッカライドであったり、まあ、炎症因子 TNFα であったり、エストロイドホルモンであります、グルココルチコイドであったりするわけです。で、それは目的に応じて、この筋肉を萎縮する因子を使い分ければいいということになります。で、さらに、まあ、タンパク分解系の関連因子と、 というのを調べていけば、そのデータというのはよりコンファームされるわけです。例えば、ユビキチンプロテアソーム系に、で、働く、これユビキチンリガーゼですけれども、アトロジン1とか MURF1、こういうものが、分解系が活発になるときには、増えますけれども、こういうふうに増えるわけですね。で、それを目的の化合物が抑制できれば、 やはり緊縮の抑制の方に働くということが言えるわけです。えっ、ー、と、これは抗肥満試験です。でここでは 3T3L1 細胞を使います。こちらはいろいろな目的に使えます。で目的看護物の脂肪分化、脂肪分化を促進するのか抑制するのかという評価。そして、 脂肪細胞からは、まあ、アディポカインという様々なホルモンが出てきますけれども、まあ、どういうホルモンがどのぐらい増えるかというようなことも、まあ、この実験系で見ることができます。まあ、測定項目は、例えば、まあ、脂肪的な蓄積。これでもって、まあ、脂肪の分化の程度を見ます。で脂肪細胞分化因子からアディポカイン。例えば、アディポネクチン、レクチン、TNF α なるんですね。 それから、抗酸化酵素、脂肪酸合成酵素、脂肪細胞、トリアシルリパーズ、脂肪を分解する酵素ですね。で、こういう発言を見ることができます。で、この 3T3L1 というのは、まあ、全区脂肪細胞ですけれども、これコンフレエントにして、分化誘導媒地というので、2日間。 培養した後、インシュリンを含む脂肪細胞を培養用培地で培養しますと、まあ、6日から10日ぐらいで、この成熟脂肪細胞になります。で、これをさらに1週間から10日培養を続けますと、肥大化した脂肪細胞になります。で、我々、えーまあ、お腹の周りが、えー、に脂肪が溜まる。 ような場合っていうのは、この脂肪細胞っていうのが肥大化しています。そういう、そういうインビボの状態をこのバイオ系でもって、まあ、再現することができるわけです。で、例えば、その目的の化合物がこの文化に影響を与えるかどうかっていうときには、ここで目的物を添加して成熟脂肪細胞になるのが促進されるのか、まあ、抑制されるのかと。 いうのを見ればいいわけですし成熟脂肪細胞にどういう影響を与えるかというのを見る場合にはこの時点で点火をしてで、まあ、脂肪細胞の、えー、合成酵素脂肪酸の合成酵素が発現が増えるか増えないかあるいは、えー、分解脂肪の分解酵素が増えるか増えないかどのようなアディプネクチンの、えー、合成を促進するのかそういうようなことが分かる。 で、もしこの肥大化した細胞で転化するならば、この肥大化した細胞のに蓄積されている脂肪を減らすことができるのかどうかっていうのを見ることができます。で、例えば脂肪酸合成酵素の発現を抑えてしまう。逆に脂肪酸分解酵素,脂肪分解酵素の発現を上げてやる。 ということになると、まあ、この肥大化脂肪細胞を改善してやる可能性というのが出てくるわけです。で脂肪細胞へ分化したかどうかっていうのは、まあ、一番よく使われるのが、このオイルレッド黄染色というもので持って、ここの細胞に蓄積された脂肪的を染色します。でせんえー、染色して顕微鏡をもちろん取る。 あの顕微鏡の像を取るんですけれども、これを溶かして、あとでアブソーバースを見れば、どのぐらい脂肪的が蓄積されたかと、脂肪が蓄積されたかというのは定量化することができます。で、こちらはストレス性生殖障害モデルマウスを用いた実験で、まあ、主要動物はマウスでありまして、まあ、目的はストレス性生殖障害の改善効果。 これ K はオスとメス両方ありまして、まあ、オスの場合には測定項目は運動静止数とか静止濃度で。これは静止自動解析装置によって8つぐらいのファクターを同時に測定してやることができます。でメスの場合には主に排卵卵卵子数で見ますで。オスの場合、まあ、ネズミをコントロールの室温と、それから暑、えー、熱、 処理の方は、これストレスとして、暑熱ストレスを与えるんですけどもえ、ネズミの下半身を15分から20分、40から42度のまあ輸送につけるということをします。で、そうしますと、例えば精神運動率っていうのは、この暑熱ストレスで減ってしまいますけれども、化合物が、もし、目的の化合物が効果があるのであれば、この精神運動率の減りが防げると。 ということになります。で、また、えー、メスの方は、コントロール25度で、えー、通常飼っています。で、えっ、ー、と、ここちょっと初、暑熱処理と書いたんですけど、えっ、ー、と、実際にはこれ、今、LPS、リポポリサッカライドを、復クに打って、炎症を起こさせて、まあ、排卵卵子を減らすという実験系を使っています。 で、そこで看護物非投与と投与の分を作っておいて、まあ、ハイランラ質を見ますと、この LPS で、ハイランラ質は減りますけれども、えもし、目的の化合物 X に、まあ、ストレスで生殖障害の改善効果があるのであれば、このように、この減りというのが抑えられるわけです。で、Y、化合物 Y の場合には、これは、あの、抑えられてないということになります。 で、えっ、ー、と、我々、これ以外にも先ほど申し上げたように、まあ、動物実験ができる会社と連携しておりますので、他の実験に関してもご相談いただければというふうに思います。で、もう一度繰り返しになりますけれども、特にバイオ細胞を用いたバイオアッセなどは同じ細胞であってもいろんな実験系が組めますので、まずご相談いただいて、そこで目的に合ったデータというのを取得していただきたいというふうに思います。 まずはご相談をください。ご清聴ありがとうございました。